はいどうも、薄井総理でございます。えー、令和最初の一日、皆様どうお過ごしでございましょうか。私はもう一日、だらだらしてしまいました。えー、なんかね、やっぱ、天気悪いと最近、てきめんにね、調子が悪くなるというか、頭痛くなったりとかね、するんですよね。まあ、昔はね、あの、理由もわからずに、こう、イライラしてたりとかしてたんですけど、まあ、最近は、あの、その辺がちゃんと分かるようになったので、まあ、ダメなときゃダメだなと、割り切って過ごしております。 で、えー、今日は5月1日、えー、日本ではですね、令和元年最初の日ということで、いろいろ盛り上がっておりますけれども、あのまあ、一部の方の間ではですね、5月1日というのはアイルトンセナ、えー、元 F1 ドライバーのアイルトンセナのまあ、命日ということになりますね。でそちらの方でもちょっと話題が盛り上がっておりました。ネットニュースなんかでもね、いくつか取り上げられたりしてましたけれども、えー、もう25年になるんですね。 というわけで、あの、今日の動画というか、このラジオではですね、えー、アイルトンセナの思い出、当時の F1 の思い出みたいなものを、ちょっとザクッと話してみたいなと思います。なので、あの、F1 とかね、全く興味ないという人とか、まあ、当時のその F1 ブームっていうのは、もう本当に一般の方も含めた、まあ、すごいブームだったんですよ。全然その、車もモータースポーツもわからない。 っていうような女性とかが、キャーセナー,ーみたいな感じでね、フィーバーしてるような、まあちょっと今からは考えられないような時代だったんですが、まあその頃のことをご存知ない方はね、ちょっとピンとこないかもしれないんですけども、あの当時のことをご存知の方とか、まあモータースポーツ、若いんだけれどもモータースポーツが好きみたいな方はぜひ聞いていただきたいと思います。 えまあ25年前の5月1日、えー、サンマリのグランプリ、まあ、イモラというところですね、で持って事故死してしまったアイルトン・セナーなんですけれども、もう当時のことは、私もまあかなりよく覚えております。 あの、まあ、F1 ファンとして、えー、まあ、もちろんその、富士テレビでの地上波でやっていた中継なんかも欠かさず見てましたし、見られない時は録画して見るっていうことも当たり前でした。で、当時はそれこそ AZF とかですね、オートスポーツとかですね、F1 速報とかそういう雑誌とかも出てたので、いっぱいあったので、えー、そういうのももう本当にやたら買いまくったりして、まあ、F1 はじめ、まあ、他のレースも好きなんですけども、F1 大好きだった自分としては非常に衝撃の一日でした。 で、えっ、ー、と、ちょっと記憶が若干曖昧なんですけれども、セナが亡くなったこと自体は、F1 中継が始まる直前の多分フジテレビのプロ野球ニュースでも言われてたと思うんですよね。で、えっていうふうに思っている間に、その F1 中継の時間が始まって、えー、最初いきなり、えっ、ー、と、コースの脇に佇む、 えー、今宮さんと河合ちゃん、ピットリポーターの河合ちゃん。河合ちゃんというにはもう、もういい、いいおっさんですけれども。河合ちゃんと、あと三宅アナウンサーだったと思うんですが、その3人がなんか立っている、立ち尽くしているみたいな感じの図。特に河合ちゃん、まあ、まあ、あえて河合ちゃんと言いますね。河合ちゃんはもう本当に魂抜けたみたいな感じの、おい、テレビ映ってるよ、テレビ映ってるよっていう感じのね、こう、うなだれたポーズだったのをなんとなく記憶しています。 でまあとにかくその瀬名が亡くなりましたということだったんですけれども当時をご存知の方は覚えてらっしゃると思うんですが、えー、同じサンマリノグランプリイモラではですね、えー、その前日ですかね前日にローランド・ラッツェンバーガーっていうまあオーストリアの え、ドライバーが事故死してるんですね。まあ、正直な話、大したチームじゃなかったというか、まあ、テールエンダーの方の、まあ、ペケ、ペケ、ドベ争うような方のチームの人だったので、そこまで話題には日本ではなってなかったんですけれども、まあ、その事故もあったと。え、いうような次の日で、え、まあ、こういう痛ましい事故が起きてしまいました。まあ、詳しいことはもうウィキペディアでも何でも、あの、調べればすぐわかるので、あの、説明は避けますけれども、まあ、とにかくやっぱり当時は衝撃でしたね。 であの私自身はセナのもう好きでしたけれどもそれ以外のドライバーも好きで特にそのゲルハルト・ベルガーっていう、えー、っと2年間ですか、えー、セナとコンビを組んだマクラーレンホンダでコンビを組んだドライバーとかが好きで、まあ、その後あのデーモン・ヒルっていうドライバーのファンになって、まあ、ファンクラブ入ったりとかもしたぐらいだったんですけども、まあ、もちろんそれはもうセナを意識しないことはなくて何ていうんですかねベルガーが好きって。 とかっっっっててて言いいい続けたたたのもセナがが好きっていうとかか悪いみたいなななんんん部分がやっぱり当時あったんですよねなんかミーハーなやっぱり女性ファンとかも多かったから日本ではなんかそういうのと一緒にされたくないみたいなので俺ベルガー好きだぜみたいな風に言ってたというのはあったんですけどまあセナも間違いなく好きでしたねこう村っ毛があるとことかめちゃめちゃ早いかと思ったら超こう何て言うんですかもろいみたいなところとかまあよくうん アラン・プロストっていうフランスのドライバーとこう比べられることとかもあるんですけれどもまああのプロストも全然僕は嫌いじゃなかったですがやっぱりそのセナの荒々しさというか人間味というかなんかそういうところに惹かれる人は多かったのかなとまあだからこそその F1 とかモータースポーツとかわかんないような方でも熱狂できたのかなという気もします、まあ、とにかくあのセナが亡くなった日を境に 多分、なんていうのかな、F1 ファンっていうのも、あれを境に減っていき始めた、特に日本では、あそうだったと思いますし、自分の中でも、なんていうのかな、セナ、セナの死と、その前と後とでは、F1 とかモータースポーツに対する思い入れってのも、まあ、なんかちょっと変わった気はしています。まあ、それぐらい大きな出来事でした。 まあそれがもう四半世紀前ってなるとね自分も要するに二十歳ぐらいだったわけですかそうですね私今年45なので二十歳ということになりますまあそりゃ年も取るわなとは思いますけどもねはいまああのセナというとまあ特に、えー、当時をご記憶の方いろんな思い出があると思うんですがやはりベタではあるんですけども私の中では1992年のモナコグランプリ、えー、が思い出されます あの三宅アナウンサーのねここはモナコモンテカルロ絶対に抜けないっていうあの名台詞ふ、まあ、それからまあとにかくあの年っていうのはもう開幕からずっとウィリアムズが強かったわけですねウィリアムズのマンセルが強かったでその中で初めてこう、まあ、一矢報いた、まあ、それもまあ正直な話ねマシン的にレース的にって考えてみるともうウィリアムズの圧勝だったんですけれどもまあその、えー、マンセルが、まあ、これもねあのスローパンクチャーとかって言われてますけど 誤解したとかっていう説もあるぐらいで、まあなんだかわかんないけど、特にピットインしたわけですよ。とにかく。で、そしたら、セナが前に出て、まあそれで結局、モナコという抜けないコースの利を活かしてですね、えー、速い車を抑え切って、そのシーズンの初勝利を得たと。MP47A というね、まあちょっとね、なんかボテッとした感じの車で、まあこれ写真は出しておきますけれども、えー、あのー、マシンでね、モナコを走ってたっていうのは、もう本当に昨日のことのように思い出されます。 あのー、まあ、違法アップロードなんでねよろしくはないですけどもたまにあの YouTube とかに当時のモナコグランプリの最後の方のね中継の模様とかを上げてる人もいるぐらいでまあ、とにかく当時の F1 の中では群を抜いて印象的なシーンの一つだったなと思っています。 まあそんなセナがですね結局その93年限りで、えーまあ、ずっと過ごした、まあ、その前にロータスってチームにいたりとかその前はトールマンってチームにいたりとかいろいろあるんですけどマクラーレンに長くいたのを、まあ、離れて念願のウィリアムズに移籍したのが1994年のことでございましたでしかしその94年マクラーレンからウィリアムズに移籍したセナなんですけども、まあ、思うように勝てるわけでもなく、まあ、苦悩もあって、まあ、そういう中で迎えた サンマリノの,のグランプリだったんですよね。ま、ほんに、あの、当時はやっぱり自分も一番、なんていうのかな、こう、多感な、多感な時期というとちょっと言葉が違うかもしれませんけど、やっぱりこう、エネルギッシュな時期でもあって、感受性も強い、今に比べたらね、えー、時期でもあったんで、もういろいろなことを、今でも思い出せるぐらい、いろんな刺激を受けてたんですけどもね。まあ、あれから25年ですよ。ほんと早いですね。年は取るもんじゃないなと。<laughs> <laughs> 思います、はいまあ、そんなわけで当時の F1、まあの話アイルトン・セナの話させていただきました今日あのネットニュースで見たプロストの発言の中で、まあ、セナの死をきっかけに今の F1 ができたと、まあ、安全性の話とかそういうのが全然進んでいって。 その後にも死亡事故はなかったわけではないんですけれども、まあ大きく F1 様変わりしたというような趣旨のことをアラン・プロストがコメントしてたという記事を見たんですけれども、まあ全くその通りだなと思います。まあ最近正直あの F1 はもう結果を見るぐらいで、まあたまにね、その、えー、中継を見ることはあるんですけれども、そんなにこう気合を入れて見ることもなくなってしまったんですが、まああの頃のね、熱心に見ていた F1、それからあのセナの亡くなった日、 っていうのはまあ一生忘れない、だろうううなといいうふうに思います、はいえー、そんなわけでまあコメントでね、当時の不安の話とか覚えてる方いましたら、ぜひしてコメント記入していただければなと思います。例は最初はラジオ的にお送りいたしました。ちなみにこの写真なんですけれども、あの2015年の2月にですね、ホンダウェルカムプラザっていう東京南青山のまあショールームみたいなところがありまして、そこにですね、あのマクラレンとかの、 昔の F1 マシンが展示されてたんですねで。それを撮影に行った時のものでございました。まあこれあの、今のね、えー、ホンダが F1 やってますけど、それの復帰するというタイミングでのものだったと記憶しております。まあそんなわけで、えー、楽しんでいただけたら幸いでございます。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。いいねとか、いいねじゃないか。高評価とか、チャンネル登録とか、ぜひよろしくお願いします。